日本とブラジルはです、ね、あの民主主義であるとか、それから基本的人権といった基本的なです、ね、価値を共有をしています、でさらにあの日本とブラジルはこれまで,です、ね、あの夢を共有してで、夢を実現してきました、ではそれはあのセラードの開発でありです、ねあの、ウジミナスの製鉄所、イシブラスの造船といったものです。 それからブラジルはです、ね、今や BRICS それから G20 のメンバーとなって非常に存在感国際社会における存在感を増しておられるそれと GDP がです、ね、今や世界第7位ということで大国にです、ね、経済大国になっておられますそういうブラジルに非常にです、ね、今日本の企業の方々は,企業は関心を持っていて 実際にこの5年間でですね、日本のブラジルにいるある企業数というのは倍以上になっています、約700社になっている、それで日本のこの5年間の投資もです、ね、大幅にです、ね、あの増えています、約200億ドルが投資をされています、それから今回、あの安倍総理ご夫妻がブラジルに来られるわけですけれども、 あのル・セーフ大統領との会談ではです、ね、ぜひ2国間の関係を一段レベルアップしていただいてあの、いわゆる戦略的、グローバル戦略的パートナーシップというものをです、ね、構築いただきたいと思っていますでそれ、そうすることによってです、ね、日本とブラジルの間で、政治的安全保障の面でのです、ね、対話、理解をです、ね、深めるということができると思っています。 それから経済分野では石油・天然ガス造船穀物輸送インフラ治安教育人材人材育成医療といったです、ね、6つの分野での協力を強化をしたいと思っています。 医薬品や医療機器の審査期間、短縮に向けた協力などをです、ね、したいと思っていますし、それからあと、あのがん治療のです、ね、最新技術をです、ね、あのお互い学び合うということができればというふうに思ってます、そうすることによって、少しでもあのブラジルの医療事業にです、ね、日本として貢献できたらというふうに考えております。 それから来年は2015年は日本とブラジルの外交関係ができて120周年を迎えます、それから2016年はヒオデジャネイロで,です、ね、オリンピック・パラリンピックが開催される、2020年は東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。でこういうですね あのイベントをお互いに協力し合って成功させるとともにです、ね、スポーツ分野、文化分野、それから人的交流をぜひ、ね、強化をしたいと思っております、そういった意味で、あのビザの緩和もです、ね、今あの、検討しておりますので、今回の首脳会談で,です、ね、合意できたらなと思っていてます。で最後にあのフッチボールサッカーについてですがが今年、えー、ワールドカップが あのブラジルで開催をされました。あの日本チームもあの出場しましたが、日本がですね、この20年間の間に強いワールドカップに出場できるようなチームになれたのは、あのブラジルのおかげだと思っています。で実際にブラジルの選手や監督がですね、日本に来て。 あの技術だけではなくて、プロとしての精神をですね我々に教えてくれました、で明日あの明日というかあの、今回、総理が来られてですね、ジーコ、ドゥンガ、サンパイオなどにですね、ブラジリアに来てもらって、あの彼らに直接ですねあの、日本としての感謝を総理の方からです、ね、伝えていただこうというふうに考えています。あの是非この 機会を活用してあの日本とブラジルの関係をです、ね、一層強化したいと思ってますんでぜひ皆さんの協力をお願いします。